覚悟はできてるぜ。松永の卑劣な罠にかかり崖下の川に転落した政宗、それを間一髪救出した小十郎だったが、政宗は意識不明の重傷を負っていた。急ぎ奥州へ戻る決意をした小十郎だが、その道中目前に武田軍の陣を敷く真田隊が立ちふさがったのであった。ここは中央突破しかねえな。政宗様、必ずやあなたを奥州へ連れ帰る。奥州への決死行。行くぞ。道は俺が切り開く。マサムネ様をお守りするんだ。死ぬ気で守るぜ。こちらの様子を。お旅の戦が要、街道を占拠するのだ。独眼竜弾右目、カタクラ小十郎殿とお見受けするがいかに。もらうぜ。やはりてめえか、真田。うまい。何陣形を崩すな。取り組むのだ。うまい。何陣いかなる敵にも一歩も引かぬ覚悟。もらうぜ、もらうぜ。おめえら、おくれんじゃねえぞ。わっかりさ。突撃だ。勝利の外貨をあげるのは我らだ。もらうぜ。立て軍だ。
老衆の竜がいるはずだぞ。伊達軍と出会ったが我が定め、指を加えて見送るわけには参りません。貴様ら相手に無傷で通れるとは思っちゃいねえ。もらうべ。席を果たすんだ。雪村様は信じてくれてる。もらうべ。小十郎さんの動き、まるで踊ってるみてえだ。うぬえ、なるかい。我が軍の働き、まっくりをあれなり。独占領だ。打ち取ってんな。妙だ。だけどいつも影響が感じられる。何かあったのか。街道は戦が要、我が隊に渡していただこう。真田隊、いざ進撃。急げ、おめえらは先に行くんだ。小十郎様。わかりました。誰一人通さねえ。誰一人だ。俺の覚悟を超える自信があるか。ならば一つしかない命を懸け、かかってこい。死ぬ気で来い。手加減はなしだ。街道を落としてみせようぞ。上等だ。独眼竜はなぜ姿を見せぬ。聞けば素直に答えてもらえると思ったが、てめえと友達になった思いはないんだろう。そうと思ってなる。だがそれもどこまでも使わない。真田金堀衆、足をかけよ。足がかかったぞ。
強き心を持て。必ずや突破する。中央門開門せよ。はっ。何か事情がおありのようだな。半端に情けをかけるつもりならやめとけ。その余裕はてめえの命を終わらせる。押しまけるな。かけ渡せ。突撃！真田対得意の中央突破、見せてやれ！もらうぜ。なんと鬼のごとき戦ぶりを。頭の闇に光一つ。静かに眠れ。戦もはや一つの勝負を残すのみ。最後に立ち上がるのは貴殿、この真田源次郎幸村、どちらか一人。真田幸村、正宗様が認める男だが、今回は手それがまことの勇気なり。てめえには命をかけて守りたいものがある。俺にはある。だからここは通さない。その気持ち、しかと受け止めた。貴殿の全力、見せてください。闘魂絶襲！覚悟はできてるか。俺はできてるぞ。遠からぬ者は音に聞け。近からぬ者は目に物を見よ。静かに眠れ。燃える魂、熱くたけよ。何をしている。本気を出せ。どういうつもりだ。行かれよ。急ぎ奥州へ戻られよ。情けをかけるなと言ったはずだ。いいな、情けではない。
政宗殿にお伝えくだされ。傷が癒えたその時こそ貴殿と勝負すると。すまねえ真田幸村。